皆さんこんにちは。あなたも楽しくオカリナを、私が関みのるです。いつも私のオカリナ演奏の動画ご覧いただきましてありがとうございます。今回はオカリナの指使いについてのお話になります。オカリナの全音域ですね、すべての音域、半音も含めて指使いを紹介していきたいと思います。まず、簡単なところで下のドから上のドまでのこの1オクターブの指使いですね、最初に習うと思います。この指使いからいきます。下のドからいきますね。このオカリナの小さい穴以外のすべての穴をね、指10本ですべて押さえた、これが下のドになります。この辺はね、ほとんどの方、オカリナやってらっしゃる方、当然最初に習う指ですので分かってらっしゃると思います。でここからドレミファソラシドと一本ずつね、指を離していくと高い方のドになります。この時に左手小指は押さえたままっていうことになります。でじゃあその半音をね、いきたいと思います。この半音なんですけれども、下のドから上のレ、ドレの間に半音が一つあります。でドを半音上げたドのシャープとレを半音下げたレのシャープ、レのフラットっていうのはこれ全く同じ音になりますので、指使いも全く同じ指使いになります。大体全部そうなってます。ただミとファっていうのはこれ半音違いなので、ミとファの間に音はないです。あとそれと同じようにシとドっていうのもこれ半音違いなので、シとドの間に音があって、シとドの間の指使いがあるわけではないです。さてじゃあドとレの間のこのドのシャープ、レのフラットの指使いは、レの指使い、小指を離したレの指から右手中指を出して小さい小穴も同時に押さえる、右手中指で穴2つ同時に押さえる、これがレのフラットになります。レからレのフラット、ドからレのフラット、これがレのフラットになります。でそのレのフラットから中指を戻すと、普通のレになりますね。でこのレからレのシャープ、ミのフラットの音はミの指使いをして小指押さえる、これがミのフラットになります。でミのフラットは指使いが3つあります。今言ったミの指使いをしていて小指を押さえる、これがミのフラット、レのシャープ、あるいはミの指使いから先ほどのレのシャープ、あレのフラットと同じように右手中指を出して2つ同時に押さえる、小穴も同時に押さえる、これがミのフラット。それともう一つがファの指使いをしてそれプラス薬指、これもミのフラットになります。ミのフラットはこの3つの指使いがあります。ミからファっていうのはこれ半音なので、その間に音はないのでミからファで、今度ファのシャープ、ソのフラットですね、これはソの指使いをして右手薬指押さえる、これがファのシャープになります。でここからはですね、この右手の薬指が大活躍します。要するにソからソを半音下げるために薬指、右手薬指を押さえると半音下がるっていうことなんですね。でこれは全てほとんどね、全部そうなります。要するにラの指使いね、ラの指使いプラス押さえるとラのフラット、薬指を押さえるとラのフラットになります。で普通のシの指使いをしていて、そこに右手薬指を押さえるとシのフラットになります。でその上ド、普通の高い方のドプラス押さえるとこれはシの音になります。薬指を押さえるとシ、あシとドシとドドとシっていうのは半音違いなので、ドのフラットになるんですけれども、ドの指使いをして薬指を押さえるとドのフラットになるんですけれども、ドのフラットはイコールシの音と同じ音になります。でついでにその上の薬指、親指離すとレ、高い方のレになりますね、レになります。でそれプラス薬指を押さえるとレのフラット、要するにドのシャープになります。でそのまんま今度親指開けると、要するにここ小指だけですね、押さえてるのは小指だけ、これが普通のミなんで、高い方のミなんですけれども、それプラス薬指を押さえるとミのフラットになります。でこれで以上ね、すべてオカリナの音域、すべて指使い説明し、下の方がありましたね、ごめんなさい、忘れてました。下ドシラまでありますね。ドプラス下のドね、下のドからドから右手中指を出すと、シの音になります。で、ドの指ね、もう一回戻って、ドの指から
今度は左手中指を前に出して同時に押さえると、これは C のフラットになります。で、右手も中指両方とも出して全部押さえると、これがラになります。で、これでね、オカリナの指使い全部網羅したかなと思います。さて、この上の方なんですけれども、まあ、ド、ド、レ、ドのシャープね、ド、上のドのシャープ、レ、レの指使い、親指離して、レの指使いプラス薬指、これがドのシャープ、レのフラットになります。まあ、楽譜的にはレのフラットっていう形で出てくるよりも、まあ、二長調とか、ドのシャープっていう形で出てくることの方が多いと思うんですけれども、このドのシャープね、薬指。レの指プラス薬指、これがドのシャープになります。で、このここもですね、もう一つ指がありまして、薬指じゃなくって右手中指、レの指から右手中指を押さえるとドのシャープになります。レのフラットになります。で、それと同じように、今度高い方のミですね、もう小指だけの高い方のミプラス薬指を押さえるとミのフラットになりますっていうことなんですけれども、これももう一つあって、右手薬指じゃなくて左手中指でもミのフラットになります。ということで、このレのフラット、ミのフラット、まあ、言い換えればドのシャープ、レのシャープに関してはこう2つある、2種類、ね、あるんですが、私はこれはどちらもね、結構使ってます。まあ、ドのシャープも結構使いますけれども、あとミのフラットに関しましては、これ楽器によってかなり違うと思うんですけれども、こう音ピッチも多少違いますし、あと音色もね、かなり音色っていうか音質っていうか、こう違いがあるんですね、この2つの指使い。なので、その曲に合った時、合った方の指使い、あるいはその運指的にやりやすい方の指使いをしています。はい。で、まあ、オカリナの場合はですね、音域が狭いっていう楽器ですね。他の楽器に比べてかなりね、音域が狭い楽器になります。まあ、他の楽器ですと、もう2倍3倍音域が広い楽器があると思います。ということで、そのオカリナの場合、音域が狭いっていうのは短所になりますけれども、楽器としてね。ただ音域が狭いっていうことは、それだけ覚える指の数が少なくて済むっていう長所でもありますね。まあ、他はね、2倍3倍こう指の形ね、指使いを覚えなくちゃいけないんですけれども、その半分で済む、その3分の1ぐらい覚えればもう全部で覚えたことになるので、これものすごく長所だと思うんですね。ですので、その長所を生かして、もうまだね、知らない音の指があったとしたら、もうこの際全部ね、もう何年もやってらっしゃる方でしたら、確実に指使いを全部ね、しっかり覚えて、長所を生かしていければいいかなと思っています。今日はこれで終わりにします。どうもありがとうございました。